月に一度我が家にママ友4人足す、そのお子さん4人を招待してお茶会している。子供たちはみんな1歳から2歳と目が離せない年齢だが、旦那がに3時間ぐらい5人の相手をしてくれて、私たち母親グループはリビングのダイニングテーブルでお茶を楽しんでいる。もちろんダイニングから子供たちは丸見えでお茶をしつつ、我が子が何しているかみんな見てくれている。旦那は子供たちにちやほやされて嬉しいようで、喜んで子守をしてくれている。この話しをどこかで聞いた映画私も仲間にとママ友さんを通して頼んできた。ええ、息子も2歳過ぎと年は子供たちとそんなに変わらず、私が旦那の許可を得て A さんもお茶会に招待した。リビングに入るなり A さんは息子放置してこたつで携帯。初めの1時間ぐらいは旦那も含めみんなで喋りながら子供たちと遊ぶ。その後いつものように旦那がお茶しなよと言って子供たちを引き受けてくれたのですが、 A さんはこたつでお茶しようよと、みんながこたつ汚したら悪いからとダイニングに移動するも、自分の分のお菓子とお茶だけ持ってこたつに。 A 息子も初めは子供たちと仲良く遊んでいたが、旦那に心を許した途端にハッスルして旦那を独占したがり、今までも旦那を独占しようとする子はいたが、母親が注意したりしていた。だが A は華麗にスルーしてこたつで寝転んで携帯。私やママ友さんたちが A に注意しても「え?」だけで終わり、しまいには「旦那さん、子供たち連れて公園に行ったらどうですか?」と、ママ友さんたちが気を使って急遽お茶会中止にして帰り支度をしても「みんな帰るの?」「私夕方まで暇だから残ってていい」発言。結果引きずられて帰っていったけど、最後の最後までまた来ていい。子供だけでも来ていい。今日遊べなかった分、いつ遊んでくれるの?だって、A を返した後、ママ友さんがまたもう一度集まって、旦那に謝ってくれた。もちろん、私も、平謝りが、旦那は気にしてないよと言って、また、子供たちと遊んでお茶する時間を作ってくれた。ママ同士で、A は二度と呼ばないと決めて解散したが、A からその日の晩、今日みんなが帰った後に C さんと D さん、ママ友が来てなかったとメールが来た。多分帰った後にまたうちの前を通って C、D の自転車を見たんだと思うが、 C、D のことうちの子を差別するなんて許せない、差別を続けるなら出るとこ出てもいいよといった感じの文が続いていた。出るとこってどこだよと思いつつスルーして根回し中だけど、あの後 A が突してきました。頭が金髪のドキュンな男 A、 弟を連れて、私は我が子と散歩帰りで旦那は仕事でした。家の前には A とドキュン男、無視しようにも玄関の前に座っていたので敷地内ですよと声をかけたら、 A はなんでメールの返事返さないの、私のことばかにしてんの、息子をいじったら許さないと一方的に怒鳴ってきた。黙って聞いていたら A 弟が姉ちゃんと A を止めて、私と我が子の真ん前まで来て私に顔を近づけ威圧しながら、おい、俺の姉貴や甥っ子をバカにしてこのままここに住めると思うなよと言ってきた。全然怖くない、見た目ドキュンだが私と背変わらないし、私 158cm、 横は明らか私の方がでかいし、というか息臭いよ、それって脅しですかと聞き返したら、お前どこもんだよと、意味はどこ出身かってこと、私が生まれも育ちも今住んでるとこですがと答えると、お前はまだ若いから知らないだろうが、ここで俺を知らない奴はいない。と言い出した。バカで有名なんですねと思いながら話を聞いていると、
本当今時中学生でも言わないよ。というような俺様の強さ自慢みたいなのが始まり、聞いてるこっちが赤面になりそうだった。この間 A は後ろで腕組みながらニヤニヤ。子供もいるしお腹空いたので、とりあえずお昼だし、また私の旦那交えて話すと聞いたら、 A 弟旦那はどこもんだよって。とりあえず帰ってもらってお昼食べた後に旦那と電話。一応ヤバい人が絡んでいたらいけないからと、旦那帰宅まで家にいるよう言われた。旦那といろいろ対策を練ったが、それからしばらく A からメールも一つもなかった。一週間ぐらいして近所にドラッグストアができて、オープンセールをしていたので家族で行ったら、平日だったけど結構混んでいた。駐車場の空いているスペースを探しながら走っていたら、2歳ぐらいの子供が一人駐車場でうろうろ、危ないなぁと思いつつ、空きスペースに駐車してドラッグストアに向かうと旦那に言われて気づいた。駐車場を一人うろうろしてるの A 息子だ、 A がいるかも。帰ろうかと旦那に聞くと、帰るにしても駐車場をうろうろしてるのは無視できない。と、旦那に A 息子を見てもらい、店員呼んで保護してもらい帰宅。帰りの車で旦那に、あの子前は気づかなかったけど、下の歯がすごい虫歯だったよ。奥歯から真っ黒になっていた。と聞いた。そして、それから3日後、息子との散歩帰りにまた、A 弟と A に家の前で待ち伏せされた。あれから、旦那が仕事でいない間の外出は防犯ブザーを持ち歩き、家の近くを歩くときは携帯を片手に握りながら歩いていた。 A たちの姿が目に入った瞬間、冷静を装いながらそっと旦那にリダイヤル。旦那には私からの無言電話に折り返し、電話をかけて私が出ないとき危険という合図を決めていた。 A たちが近づいてきたとき、旦那からの着信が来たが、無視しながら話し合った。A に、いきなり、謝罪する気になった。と言われた。謝罪って何の謝罪？私は、A さんの託児所になるつもりはない。あの時旦那が子供たちを見ると言っていたが、実際、すべてを旦那に丸投げなんておかしくない？今までうちに来てあんな態度取ったのは、A さんが初めてだよ。と言い返した。 A が藤子ってきたが、またもや A 弟がしゃしゃり出てきて、脅し文句、俺いからしたら恐れいぞ話、また近づいてきたから、それ以上近づいてきたら警察呼ぶよと言うと、警察上等な俺様伝説を話し出した。 A 弟が気持ちよく話している途中で旦那帰宅。家の前に車を止めて出てくる旦那。俺の家の中、玄関前の敷地に何勝手に入ってるんだと旦那が切れた。仕事中のタンクトップのまま帰ってきた旦那。背は164cmで一見細身だが、体つきは筋肉質。腕と肩幅だけ筋肉マン。しかも旦那怒ると瞳孔が開いて目が血走る。 A 弟は旦那さんか、落ち着け、お前はいくつだ。俺は31だ。とか言い出した。旦那は質問無視して、とりあえず俺の家から出ろ。早くしろ。と怒って、玄関から出てきた A と A 弟に何しに来たか説明させていた。A 弟は落ち着け。あんたはどこもんだ？まだ若いから知らないだろうが、この地域で俺を知らない奴はいない。あんたも、あれ、駐車場にあるバイク、ビッグスクーターに乗っていたらわかるだろ。で、ほざき出した。その時旦那の車の後ろの席から、おいっと、旦那の会社の先輩、190cm120kg ぐらいが出てきて、びっくりする A たち&私。子供も、さすがに怖かったらしく泣き出した。先輩は、嫁さん、チビちゃんと車降りと言ってくれたので、私は、ここから車に入り、窓を少し開けて話を聞いていた。先輩は、俺はお前と年変わらんし、ずっとここにおるけど、お前なんて知らん。
なんやお前893か?と A 弟に詰め寄っていた。A 弟、893じゃと言葉を濁したが、先輩が、じゃ、なんで、お前そんな言うなやねん。喧嘩が強かったんか?A 弟無言。さらに、先輩が、聞いた話し、お前こいつ、旦那の嫁さんにここ住めなくなる言うたらしいな。それはなんでやねん。お前がなんかすんのか?ええ弟無言。先輩、おい、口ないんか。ええ弟、いえ。こんな感じでグダグダになっていた。とりあえず、先輩が、ええ弟の名前聞いて。やっぱり知らんな。ただもう覚えたから。こいつら家族になんかあったら、問答無用でお前のとこ行くわ、と言ってくれた。先輩が、旦那に、お前はなんかあるか、と聞いて旦那は最後 A 本人に、A 息子を数日前に、ドラッグストアの駐車場で見た。子供だから、親の目盗んで、一人でふらふらと歩いてきてしまうことなんてよくある。だけど、そんな場合、必ず、親が、後から血相を変えて飛んでくるもんですけど。だけど、結局、あなたの姿は最後まで見えなかった。ええ息子くん、虫歯だらけですよ。気づかないはずないですよね。オレを食べた直後みたいな歯してるんだから。親なら歯医者ぐらい連れて行ってやれ。愛情を持って子供に接することができないなら、またかに連れてきたらいい。俺が、そのまま、ええ息子くんを安全な施設かどっかに連れて行ってやる。みたいなことを言っていた。オレオの下りで一瞬。隣旦那が他に何を言っていたかはうろ覚え。A はちょっと泣いていたが、その涙の本当の意味は私にはわからない。A 弟は先輩に挨拶して帰っていった。事後報告になりましたが無事解決です。